中国政府、ロシアを支持、ウクライナ侵攻で。24日に中国とロシアの外務大臣が電話会談を行い、中国の外務大臣が次のような発言をしてしまいました。対話と交渉を通じて持続可能なヨーロッパの安全メカニズムを最終的に形成すべきだ。中国は一貫して各国の主権と領土保全を尊重している。ロシアの安全問題における 合意的な関心を理解しているなどとなってしまっておりまして、まあ、このロシアのウクライナ侵攻に対し、非難は一切しておらず、まあ、ただ全面的な支持とも言えませんが、まあ、ロシアの侵略の手口は台湾の完全な独立にも応用できますので、中国政府はこのように主張せざるを得なかったと見られておりますが、まあ、現状こういったならずもの国家が 日本周辺に、まあ、存在しているという事実があり、まあ、日本の周辺には、まあ、日本の近くにはですね、まあ、ロシアもございまして、まあ、中国もあり、まあ、朝鮮半島も脅威となっておりますので、日本政府には速やかに日本の抑止力を強化していただき、可能であれば憲法9条も改正し、日本がウクライナの二の舞とならないように、日本として敵国の侵略を 確実に阻止できる戦力を整えていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。